はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について、投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンス、彼ジの朝田俊です。はい、今日のテーマは、親が貧乏だと子供も貧乏になる、うん、ということでお話ししていきたいと思います。はい、うん、はい、これはうちのインスタグラムでも出た投稿ではあるんですけども、よく聞くと思うんですよね。親の貧困は子供に連鎖する。 うん、でこれは本当にそうなのかっていうところをテーマにして今回お話ししていいいきたいと思います扱うとね結構いろんな批判が来るかなと思ってそうです腫れ物を触るような感じになるんですけど、うん、まあ僕らの結論としては「貧困の連鎖は断ち切れる」っていうのが思いだし僕らはそのためにこういう活動をしていると言っても過言ではない、ねええ、過去の動画でね「投資ってお金持ちのためにあるんじゃないの?」とかだいぶ古い動画ですけどそういうようなものを言っていたりとかもするんですが決してそうじゃない。 なんなら僕らが資産家になるために。 資産家でない人間が資産家になるためにもっとセンセーショナルな言い方をすれば持たざるものから持つものになるための方法論って思っています。うん、でこれはまあ言ったら世代を超えてっていうことになっていくと例えばまあ何々家の資産が代々まあ受け継がれてどんどん金持ちになっていくみたいなそういうのをイメージされるかもしれないけどまあそこまでしなくてもまあ一代で作った資産を一代で使ってしまってまたいくばっか小さい金額が子供にまあ贈与される。 されてで子どもたちもそれからまたさらに、えー、おそらくその知識や経験があつながっていけばもっとより簡単になっていくんだろうなというふうには思いますけど、うん、なんか財閥を作るとかそういうのじゃなくて一一家庭が一家庭庭がらしく生活をするための方法論として考えていく、まあ、そういうようなところで、まあ、当然貧困ということにも考えなきゃいけないし経済格差って言ってもいいですけど、うん、まあそういうようなものも考えていかなきゃいけない。でえー、僕自身が思う のは、その経済格差や、まあ、貧困というのは断ち切れるというふうに思っています。で、それは、ただ断ち切れるけど、皆さんがよく話題にされているような論調ではない。ですかね。<ー>はいる、まあ。はい、まあ、そういう,ようなもの。はいはいはい、うん。僕は、まあ、それは遺伝、うん、先天的な遺伝っていうことはないと思います。貧困の遺伝子って嫌ですね。<laughs> そう、ね。<laughs> そうね<え>、うん、多分それはないんじゃないかなっていうふうには思っています、はい、例えば親の所得の格差が子どもの教育格差を生んで、うん、その子どもの教育格差が貧困を連鎖させていくっていうような記事とかまあ意見、うん、主張っていうのがまあたびたび見受けられます、うんえー、ただあそれは相関性は確かにあるのかもしれないけど直接的なな因果関係とは僕は僕思っていない間接的にはあるとは思うけど、うん、まあもちろんそれはね 土台が良ければ、まあもちろんそれだけ、えー、生きやすいっていうことはあると思うんですけど、まあ逆に言うと、お金持ちの子供がもう破産するっていうことは結構僕も見ているし、なので、まあその意味では、必ずしもそれだけで、えー、行われているものではないのかなというふうには思います。うん、結論としてどうなのかっていうことなんですけど、まあ僕らの主張としては、今まで多くの家庭を見ていて、で、またその変遷を見ていて、あの、20年間もね、一応都市教育の場にいますので、 まあ当然、いろいろなご家庭を見ています。うん、なんなら独身の学生の頃に出会って、で、学生でまあ恋人になり、で、恋人が結婚をし、で、お子さんを産み、で、離婚をし、 さらに再婚しっていうようなところまで見ていますので。もう20年あればそのぐらいのなかなかい経験はあります。そこの一部部分っていう人もいらっしゃるし、うん、結構それなりのね、えー、と人生を見ています。まあそういう中でいろんな人生見ていますけども、ここでは所得の格差だけじゃないなっていうふうには思っています。うん、それよりも直接的な原因になっているのは思考ですね。思考の格差が あ,あ、そこにはあるんじゃないかなっていうふうに思います。いわゆる貧困で貧困たらしめているのは思考だっていうことですね。<う>考え方まあ、そこがあるから、まあ貧乏のまま貧困のままなんだっていうことですね。うん、例えば親が貧乏だから、私も貧乏なのは仕方がない。あの人はこういうこういうことができているからできるんでしょう。私にはこういうこういうことがないからできないとかね。うん まあそういう思考を持っていればまあいつまで経っても無理ですよ。うんうん、なんならそれは親が金持ちでも無理ですね。うん、無理ってあんまり使いたくないんだけど僕はそこは無理だと思う。うんうん、その思考であり続けていればまあこれは格差とかいうよりも貧困に落ちていく。うん まあ日本もね、貧困に落ちていくなんていうような言い方をするけども、お互いの足引っ張ってるからね、うんうん。貧困が貧困で足引っ張ってるし、そこからもう這い上がろうとしてる人間をこう、足元グッと引くからね。うん、<laughs> そういうような世界だから、てまあ、っていうようなことになるから、はいはい、まあ、行動に移せる人、うん、まあそういう中でも自分自身の理想を見て、その理想に近づくための行動、 が起こせる人っていうのはやはりその格差を断ち切っていけるそういうようなものなんじゃないかなっていうふうに思います。うん、親がお金持ちでもまあ子供にお金の使い方とかを教えてないとまあそれはお子さんは貧乏になっていきますよね。うん、はい、はい、はい。僕自身もそんなに裕福な生活をしていたわけではないので子供の時代ですね。えー、私が小さい頃は東京に住んでましたけどもまあ四畳半六畳でお風呂なし。 トイレは汲み取り式でしたねだから毎日銭湯に向かって行っている、まあ神田川の世界ですよ <laughs>、うん、それでも僕は楽しかったですけどねそれのなんかハングリー精神でお金持ちになったんですかとかって言われるけどいやそんなことはないです。 あの僕はその時はその時ですごく楽しかった。うん。うん、まあ今も楽しい。うん、うん。まあそれはすごくありがたいことだなというふうにも思います。ハングリー精神なんて思ったことはない。うん、<laughs> だからまあ勝手なラベリングはしないでください。うん、はい。で、それはまあ置いといても、あのこの企画を作っているのが MC ですね。はい、はい。まあインスタグラムでも作ったわけですけども、それはまあ,あご自身のね経験もあるということで。うん、まああのご自身の祖父母さんは、まあ、まあ、非常にこう,こう洋服だったそうですね。うん、まあこれ。 シ型のお祖父母さんなんだかな。だけどお父さんは自己破産されていると。まあそれが原因でまあ自分のご両親はまあ離婚されているというような経験を持ち主ですね。はい。で高い車に乗って飲みに行ったりとかしてガジェットも大好きなんでいっぱい買ってでまあ未だにお金は貯められていないそうです。なるほど。はい。でまあお母さんお母さんでねシングルマザーだったのでまあ非常にこう大変な思いをされたんだなということをまあ身をもって経験しましたということですね。 うん、親がお金に苦労しているからこそ自分自身は同じ過ちを繰り返さないっていうふうに決めていたと。<ー>でどうしたらいいか どうだからもう結婚あえて間違えると大変なことになるっていうことを考えたのにまあ女性ですよねやっぱりねなので結婚前にお金の価値観を確認するようにしたと今のご結婚されてますけどもまあ旦那さんとの確認があったんでしょうねでお互いに借金があるかとか貯蓄はどういうふうにしているかとか習慣があるかとか結構ね結婚前にこういうようなことを調べるってなかなか難しいとお互いに 実際に話するのは難しいけど、うんね、まあでもそれってきっかけがあればできることだから、してないだけなんだよね、うんうん。で、まあこれが大事だっていうことは分かっていたから、うん、まここは譲れないよということで、うん、ま話し合いになったという,<ー>ということです,、ね、すですね。はい。はい でまあ自分自身で対策できることも考えたよと、うん、でそれはまあ収入アップのハードルはすごく高かったので、うん、まあお金の使い方を見直しましたとうん、うん、まあいわゆる QGS ですということですねはい、はい、まああのコーテアグリッドシステムというお話をしていますまああのよろしければマネーアクションという動画がありますのでそちらをご覧ください、うん、でえっ、ー、とまあ二番目に一定割合をもう強制的に自動積み立てで貯蓄をするということでしたねでその貯蓄をしてみたんだけども、うん 必要貯蓄額に足りなかったので、だからまあ積み立て投資を始めるっていうところで、はい、まあ我々マネーセンスに出会ったということになりますね。はい、うんうん、はい。うん、このまあ M 氏がねうん、うん、よくねインスタであのライブとかやるらしいんですよ。うん、でその時に言われることが、うん、まあマネーセンスでいいお給料もらってるから。うんうん 貯められるんでしょっていうふうに言われるらしいんですよ。そういうことね。はい。で、それがなんか、あ<ー>まあ本人的には悔しくて。なるほど。じゃあ分かってもらえてないっていうことと、うんうん、まあそう思われてんだっていうことと、なんかこういろいろ複雑な気持ちで悔しいと。そういうことですか。で、僕から言わせると、まあ正直、うん、っていんですよ。<laughs> 失礼ながら突。突然失礼ながら。<laughs> P が入るかもしれんけど、はい、<laughs> あの、えっ、ー、と、これ二重の意味でもう本当に無理だなって、うん、この人には本当にまあ今度思考の連鎖で貧乏な感じになってっちゃってるんだろうなっていうふうに思う。<ー>これはもう言ったらもう誤解を生むことを恐れず <laughs> 言わせていただきますけど、うん、まあ一つは自分自身がなりたい人がいたとして、うん、まあそれがね、例えば MC だとすると、うん、その人から学ぼうとしていないってことですね。ああ、なるほど。 いろんな見方で学べるんですよ。うん、反面教師教師で学べるしその部分違うかもしれないけどあここを取り入れられるなっていう学びもあるんですよ。うん、でそういう一つのことから学ぼうとしてないんですよね。うん まずこの立場が一つと。うん、で、もう一つは、自分自身にとって正当な理由かもしれないけど、自分につく正当な理由は全て言い訳だっていうことです。うん、結局自分自身ができない理由を言ってるだけなんですよ。はいうん、そうではなくって、その自分がなりたい状態があるのであれば、まあそこに行くためには何をしたらいいか、どういう行動をしたらいいかっていう、その思考そのものが大事だっていうことなんですね。うん で、その思考に格差があるからで、そういう考え方ができないから、うん、いつまでたっても貧困から抜け出せないなるほど。うん、そうじゃなくて、どうしたらなれるかです。まあ僕がよく言っているのは目的発想と限界発想って言ってるね。うん、限界発想っていうのは、自分自身がこれしかできないから、あ、これをするっていうことですね。自分自身もすでに限界を自分自身で作っちゃってるってことですね。これができるからこれをする。うん、これができないからこれはしない。 っていうことですね。はい、これが限界発想。で、この限界発想ではいつまでたっても自分自身の目標は達成できないです。うん、うん、そうではなくて目的発想ですね。目的があってそれをするためには何をしたらいいだろう、どうしたらいいだろうって考えです。で、そうすると自分ができないことすらそこには出てくるんですよ。うん、それをクリアすればいいんです。はい、もう誰もが初めてはできないんですよ。うん。うん 全ての方は初めてのことがあって、で、初めてのことは必ず失敗をするので、だけどもそこをチャレンジしていくと、自分自身の目的は達成されるということですね。その思考ができない限り、やっぱりその貧困というのは格差として現れていくんだろうな、というふうに思うんですね。うんはい、だからまあ、この、いろいろね、企画書には書いてあるんですけど、もうそれはもうあげないで、うん、あの、基本的にはその思考があるから、未だに貧困なんだよ、と。うん 逆に言うと、こういうことを言っている人はいつまで経っても抜け出れないよ。うん、そうじゃなくて、自分自身の理想とする人生があるんだったらその真似をしていく。真似をするんだったらどういうふうに真似ができるだろうって考えていくということですね。自分が真似できるところは何だろう。で、いいお給料をもらったのか確かにそうかもしれない。 僕らの給料そんなに高くないけどねだけどそれがもしそう思うのであればじゃあその給料もらえない自分はなぜもらえないのかどうしたらもらえるようになるのかどういう努力をこの人はしていたんだろうかでそこから学ぼうとしていないってことですねそれじゃあいつまでたってもいけんよいところではありますけどねまあそうだね光の裏ですから正直 M 氏の雇った理由っていうのは能力の代償ではない だからそこに対する思いであったりとか自分自身がそれをこう世に広めたいっていう思いであったりとかでそのことをすでに行動に移していた、うん、でその行動に移していたところで僕らの活動に共感をしたってことですねそこの部分がまあ行動に移していることが見えたから僕自身は採用したのであって、うん、これをただ言っているだけだったら多分僕は採用していない。ああ でしかもその行動が一定の成果も上がっているでんならそれで貢献できるっていうことすら僕に示したので、うん、だから僕自身は採用しましたうん、うん、だからまあその努力はもう数年前から行われてた、うんでね、でしかもその結果が出ている、うん、それには本当に月とすっぽの差があるよただ単に「ああ羨ましいな」とか言っているようではそれは無理だって、うん そっから断ち切ろうということですね。はい。ここにはね、まあ学歴の格差とかありますよ。うん。学歴がないんだったら大学に行けばいい。じゃあお金がないんだったら奨学金で通えばいい。うん。え、それは借金になるけど別に可能ではあるよね。そうですね。うん。今現状、もう5割の人が奨学金を利用しているそうです。なので、奨学金自体が悪いわけではない。うん。あの、悪い借金っていう人はいるかもしれないけど、僕自身は一回も悪い借金とは言ったことがない。 親御さんならそれを利用しないで済むように準備ができるんだったら準備したいよねっていうふうに思うからその方法論についてお話をしてるけど、うん、じゃあそれに間に合わなかったうんそれだったら奨学金を使ってもらったらいいじゃないですか、うん、でお子さんだってそれでも行きたいということであればあ使えばいいと思いますうん、うん、それは自己投資としては十分なあのリターンがある投資だと思うからね,、うんねはい、だけど、まあ みんなが行ってるから行こうかなとか行きたくないんだけど行こうかなとかまあ親に言われたから行こうかなっていうような感じで、まあ、借金を作る必要はないとは思うので、うん、それだったら社会に出て行きたいと思った時に行けばいいと思う。うん、はい で、経済格差ね。うん。まあ、これ、服用したり、スキルアップをして、また転職したりすることができることだと思います。えー、僕自身、今、まあ、真ー先生で何人か雇っていますけども、うん、雇っている人間全員が、まあ、言ったら、社会から正当な評価を受けてこなかったっていうふうに思っています。まあ、なんか僕自身は、この子を雇ってると、ものすごい能力があるのに、なんでこれ今までこんな給料、安月給で働いてたのと。なんならもう、すごい虐げられてたのっていう人がほとんどです。ねね、はい。それは、多分、いい上司に恵まれてないし、いい指導者に恵まれて いい経験をさせてもらってない、うん、いい教育を受けられてないっていうことだと思う多分僕と出会えたっていうところはやっぱりそれなりにその子にも努力があったと思うので、まあ、そういうことですよね、はい、そういう工夫をしていくまた努力をしていくっていうところで、まあ、収入アップって十分見込めると思うし MC の企画書の言葉で言えば、まあ、独身の頃はフルで働いても手取り15万だったけど頑張ってたらマネーセンスの社員になれて今はそれなりに給料もらってます,す、ね、ということですね。うん、はい、はい でまあ、残るまあ金銭教育の格差、まあ、これもあるとは思うんだけど、まあ、親が資産運用に成長していたかどうかっていうのはもう教育の格差のかなりの部分を占めるんじゃないかなと思いますね。 まあ、あの高校でね、えー、とこの資産運用とか、まあ、そういうようなものも学べるということではありますけども、うん、実地の経験と、まあ、学校で学ぶ知識っていうのは全然違うと思うので、うんまあ、お父さんお母さんがやっぱり自分自身で、えー、投資をしていってでそれを、まあ、お子さんにお伝えすると、うんまあ、その中で家庭でお親御さんが吐く言葉一つ一つがです、ね、子供に影響を与えますので、えー、そこが大事なのかなと思います、うんまあ、これちょっと余談になるんですけども私、まあ、対面セミナーで話してた時にお母さんとお子さんが来られた時があります でそのお母さんが「まあ、私もちょっと頭悪いのでもう今セミナー受けて、まあ、すごく感銘を受けてたけども私はしないでこの子供に教えてくれませんか?」っていう,うに言われたことがあります「にお断りをしましまた、はい、あなたがそうだからお子さんができないんですよ」と。うん もうそれは面と向かって言いました。うん、はい。嫌われるかもしれないと思って。まあ当然嫌われました <laughs> あの。その後来てくれませんでした。<laughs> はい。あの、なので、えっ、ー、と、嫌われたんだと思います。ただ、その考え方をしているから、お子さんがそういう状態なんですよ、うん、ということです。はい。それは、あの、僕は、そのまま言いました。まあこれとよく似てるな、というふうには思います。うん ご自身でうまくいくかどうかは関係なくやってみたっていうことが大事だし、な、え、ん、ー、なら全世界投資はみんなそれぞれ同じ結果になるので、うん、ハードルとしては相当低いと思うんだよね。うん、うん でそこの経験則や考え方、うん、まあ学びっていうものを、まあ、お子さんにどんどん伝えていくっていうことが大事なのかなというふうに思うんですよね。で,ねでお金持ちじゃなくても投資ができる時代です。うん、なんなら月100円から投資ができる時代、うん、資産運用ができる時代です。もう経験さえすればお子さんに伝えてあげられるし私たちはこの年齢によって始めたけどあなたはこの年齢から始めたらもっとすごいんだよっていうことも教えられる。っ、うん、ってておお子子ささんんいららししゃるかに対ですねそ、ね、うん いうようなことをまあ日々ね教育しているというふうな、うん、あお話も聞いています。そうですね、はい。うん、で最後に繰り返しになりますけども、貧困の連鎖は断ち切れます。はい。必要なのはマネーセンス。うん、はい。そこに対して投資の経験やまあ教育を伝えていくっていうことも大事だよっていうことですね。 皆さんが、まあ、その中で、えー、どのようなことができるのか、どうしたらそういう状態になれるのか。もう何をしたらいいのか、行動を移す、何か一つでもね。えー、前に進めれば、その先、また、あ、まあ、芋づる式に出てくるので。で、前に進み続ければいいのかなというふうに思います。できない理由を探すのは簡単です。うん、はい。できる理由を考えましょう。はい。はい。以上ですかね。はい。はい。じゃ、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。